この時間は日替わりコメンテーターが独自の切り口で多様な視点を提案するキャッチアップ。火曜日は RKB 神戸金文解説委員長です。映画、はい、11人の続群がヒット中です。はい、見ましたけど面白かった。面白かったですね。本当これ本当おすすめですよ。めちゃくちゃかっこいいですみんな。うんえー まあ、ストーリーの設定が面白かったしね、あの右往左往する家老、うん、の阿部佐藤とか、面白かったそうですね、主演は、あえー、カゴ書きのサを演じる山田孝之さんと柴田藩、新潟にある柴田藩の剣士、和尾平四郎を演じる田中,中野大河さん、はい、二人とも素晴らしかったですね、<ー>うん、脇役もみんな良かったです、これ、ストーリーも面白いので、これ、ぜひおすすめなんですが、うん、今日そこに出てきたの俗軍という言葉をちょっと考えてみようかなと思ってます。はい、俗軍って何か ピンときます 人 <laughs> に,にはもちろんしたことあるんですけれども <laughs> ピ,ンピンって汚いね <laughs> ピいあのー、教科書に出てるような話になっちゃうんだけど、はい、明治維新の頃1868年から69年にかけての戊辰戦争ですねで鳥羽伏見の戦いから始まって江戸の海上上野戦争藍津戦争五稜閣の戦いと続きます、えー、内戦ですよ日本人同士があ、まあ殺し合わなきゃいけな,い,いけなくなってしまったその新政府軍が錦紀の御旗を掲げ,掲げて勘 軍を名乗ったわけですね天皇の軍隊であると。従わない藩は俗軍である。まあ、朝敵、天皇の敵であると位置づけて戦っていくわけですが、はい、一番その、官軍から狙われたのが、えー、京都守護職について治安を維持した会津藩、会津藩ですね。はい。えー、まあ、当時の将軍や天皇からも強く信頼されていた会津藩ですが、 えー、天下が変わっていく中で官軍から敵視されて、うん、まあそれであの東北や新潟の藩が結成したのが列藩同盟、まあ同盟です。この列藩同盟とお新政府軍との戦いとなっていくわけですね。はい、で、えー、この映画では新潟の長岡藩、えー、それから福島の合津藩を猛攻撃していく新政府軍があるわけですけど、長岡まで攻め込,攻め込んできた北越戦争の段階が描かれています。はい。で、えー、俗軍。 えー、私群馬県で生まれたんですけど、えー、群馬県ってあの、まあ、いろんな小さな藩がいっぱいありましたけど私のところはあの幕府領だったんですね<ー>あの殿様はいないんですよ<ー>旗本が治めてたっていう,う、えー、お,おじいさんのおじいさんに当たる人が明治20年になってから日記を書いてるたんですけど<ー>その日記を読んだら、ええ、一切維新っていう言葉が使われてないんですよへえ<ー>「ご公儀瓦会の折」って書いてあるんですよね ご公儀江戸幕府、瓦解、つまり、うん、完全に徳川側の視点で書かれていて、うん、私は維新の,あの志士たちが好きで、歴史をが好きになって、うん、その時大学ので日本史学を勉強していたんですが、うん、自分の家が俗軍であるということに、うん、つまり殺された側であったということに気付いた時に、うん、愕然としたというですね。うん うん、<laughs> そういうことがありましたでところで明治になって、えー、廃藩置県が行われて261の藩はすべて県になるんですね久留米藩は久留米県とかねなるんですよでお,お,お殿様はそのままトップになるんですけど、はい、すぐに全員が首を切られてしまうんですねうんそして、えー、東京大阪京都の三府302県が置かれます そして、えー、それが一気に72件まで減らされて統合されていくわけです、えーまあ、この廃藩置県こそが明治維新の一番すごいことなんですよ、権力構造ががらりと変わっていきます、でこのお廃藩置県が起きたことについて、明治から昭和にかけて活躍したジャーナリストの宮武骸骨さんっていう、外の骨と書く人、この人が1941年に出した本があって、そこにはですね、えー、新政府軍に駐賓を励んだ藩。 は、えー、大きな藩の地方の県名には藩名がついていますと。うん。朝敵藩、錦の御旗に歯向かった藩、はい、それから、えー、日和見の曖昧な態度だった大きな藩の地域には、県、うん、名に藩名をつけずに、軍とか山とか川の名前にしてあります。<ー>と書いていたと<ー>いうことを知って、えー、それを、お 白地図に落としてみたのが今日お持ちした地図です。我々の今手元に。この土日で私こんなことをしていたんですが。日本地図。はい。ま、あの、北海道と沖縄はね、ちょっと覗きますが、え、名前、県庁所在地のと県名の名前が違うのは15あります。うん。岩手県盛岡市とかね。はい。え、島根県松江市とか、私のふるさとの群馬県前橋とか。そうですね。え、これを黄色に塗っています。はい。そして、あの、分析の結果、栃木、山梨、市が っていうのも県庁所在地と県の名前違うんですけど、ええ、ちっちゃい藩が多くて、この藩がどうだったかっていうのよくわからないので、<ー>ちょっとこっから覗きますね。さて、えー、西日本を中心に、えー、中勤を励んだ藩が9つあります、福岡、佐賀、鹿児島、山口、広島、岡山、鳥取、高知、そして遠く秋田、ここは全部県庁所在地と県の名前が一緒です。うん確かにつまり、いわゆる新政府軍の中心だったところですね。う そして、えー、黄色に塗った県名が違うところには、えー、かなりの確率で朝敵藩、それから曖昧だった曖昧藩、それから徳川家の一門だった、徳川家一門の藩、水戸とか、えー、愛知とかですね、うんがあると。で、これを見るとですね、明確に分かれてるなっていうことが分かります。 県名と、えー、はい。えー、県庁所在地の中地名が違うはい、い。一緒のところは、かなりあ、まああの、新政府軍の中心だったところもうみんな一緒です。そうですね。福岡県、はい、福岡市みたいな感じですよね。ただし、えーそ、いくつかも例外があって、えー、例えば福島とか山形っていうのはあの、同盟側のところなんですよね。道路が、その半、<ー>山形半もお、米沢半も、福島半も、某親切の後で。 あの配置転換されちゃうんですよ。あ<ー>もういないんです。なるほど。でそこにできそこの後に県を作っているのでは<ー>直結してないとこの宮崎外骨は言うんですね。うん、なるほど。で分析しますと中近藩の旧藩は全部旧剣なっています。うん、で曖昧藩曖昧なあ日和見だった藩ですね。えええー、愛媛県の宇和島愛媛と違いますよね。こういうところは神山郡県と名のつけられたり。金沢は、えー、石川県 それから、あ津、三重県津は三重県、これも軍名ですね、津県とかね、金沢県になってないんですよね、あ<ー>それから実は、ですね今は一緒なんですけど、当時違った後から県名変わって一緒になったのが、熊本県、<ー>白川県と言いました、<ー>川の名前ですね、<ー>徳島県、明道県となって、えー、それから徳島県に変わってる、<ー>富山も新川県だと。 つまり、えー、宮武骸骨が言う曖昧県八班はすべて群名川の名前山の名前ですへえ<ー>宮武骸骨の分析だとねお<ー>そしてさらにさらにですね、うん、え長、ー、敵班最もまずい朝,朝敵藩を宮武骸骨は、はい、とりあえず13挙げているんですが、ええ、松江島根県、うんうん、姫路 ええー、ううこれ、うう鹿間県と昔言ったんです、ね。ええー。統合されて標語になりますまあ、それから、あ桑名あ、まあ、ここと一緒ですね。うん、ええー、三重県、小田原あ、足柄県、私のふるさと、群馬県、高崎、うん、群馬と、まあ、今、前橋ですね<ー>、まあ。こういったように、すべて違うということですね。<ー>ただし、あの、全然違うところが、あの県庁所在地になった千葉県、千葉市。 例えば、桜藩というのは朝敵なんですけど、千葉県。今、ここ千葉県、千葉市ですが、千葉市であるっていうのはあまり関係がないんですよね。そこに藩があって、朝敵だったわけじゃないんで、長野県、長野市もそうです。全国のおひざ元。このように13藩はすべて軍名、山の名前に変わっちゃってる。で、最もひどいのは、ここに出てないんですけど、会津藩。唯一、廃藩地県じゃないんです。ここは たなん、です藩<ー>がなくなるんですね、潰されてしまいました、うん、それから、まあ、長岡もこの映画の舞台にもなってくるんですけど、はい、新潟、ええ、長岡はあ長岡県になっても十分おかしくないぐらい大きな藩でしたが、うんうん、新潟という小さな港町があ県庁所在地となって、長岡という名前をあえて排除されたのではないかと、長岡あに縁のゆかりのあるジャーナリストの半藤和俊さんは憤ってましたね。う 長岡県にした,かし,たしたくなかったと言わざるを得ませんと、幕末誌という本で書いていました。いや、なかなかですね、綺麗に分かれてくるんですね。ただし、ちょっと例外がいくつかあって、これ言っとかないといけないんですけど、ええはい、さっき、この、えー、と福島と山形は、まあ、移転したと、うん、言いましたけど、福井県は、一旦福井県ってなくなってて、石川県と滋賀県に分割されてます。ここはあの、<ー>えと徳川一門の有力な松平家があったところなんですけど、あそうかでも、 あの石川と菱川からもう一回、福井を作り直してるんですね、<ー>だから福井藩と関係ない、そ、うん、から静岡県静岡市、ここも徳川家があの行くんですよあ<ー>あの、ただしこれは明治政府が徳川家を配置したところなんで、明治政府が作った藩なんですよ、<ー>なので、ここは残ってると宮崎骸骨は分析しています。うん、そしてまあ名古屋愛知 水戸、茨城というふうに徳川御三家も違うんですが、うん、唯一一つだけ和歌山県和歌山市だけが一緒です、お<う>紀,紀州松平<う>、徳川家、はいええ、ここの理由について宮武外骸骨は戊辰戦争の折にいち早く情報を得て範囲がないということを一番初めですぐ伝えたから。 じゃないかとかと、まあ、紀州出身の14代将軍家持に皇室から和宮が嫁いでるんだことが理由じゃないかと推測していますがここは分からないと,なうというぐらいですねでも和歌山を除いてはきれいに宮崎骸骨の説明は納得がいくんですよねでこの続軍とされた側はあのただ単に地名が変わっただけじゃなくて大変な悲劇を。 をこむってます、うんまあ、日本が統一するために、あれほど死ななくてもよかったんじゃないかと僕らは思うんですけど、ええ、大変な死者を出し、うん、その後も差別をずっとされていくんですね、ええ、明治は、薩長中心の政府になっていきます、<ー>地域主,主導、あの自炎、血縁で進んでいく社会ですから、ええまあ、東北っていうだけでも,も、のすごい差別されるわけですね。あ<ー>まあ、この理不尽さ 筋を通した会津藩が賊と呼ばれて、えー、滅亡させられてしまう。その,その中で育った芝、えー、五郎という方がいるんですけど、うん、ある明治人の記録という,う涙なくしては読めない、えー、本を書いています。これは中高新書で、えー、簡単に読めますけど、うまあどうしてこんな悲劇が起きてしまったのかということを通説に語っています。まあ、この人の本なんか読むと、うんうん やっぱり薩長中心の明治政府、まあ、ややでき成し遂げたことも大きいのですが犠牲もあまりに大きくその犠牲が東北や俗軍の地域に非常に偏っているということを考えると、うん、歴史的に残酷だなということも感じますね、うん、勝てば官軍なんて言い方しますけどあーーまあ負ければ俗軍なわけで、うん、まあ日和見の方々も一気に官軍の不慮をして生き延びたと。うん いう社,社会がこの後広がっていきます。俗軍という言葉からいろんなことが見えますので面白いですよ。どうですか、ね、はい。ぜひ、あの、一番いいのは、あの、半藤和俊さんの幕末誌という本ですね。これを読まれたらいいかなと思います。<laughs> <laughs> ここまで神戸金文のキャッチアップでした。